去る5月13日、歌手兼女優のソンガムビと、元スピードスケート韓国代表のエンギュヒョク監督は、ソウル、ヨンサン区のグランドハヤットホテルで、華やかな結婚式を挙げました。この日結婚式の司会を務めたのは、KBS のイードングのアナウンサー、祝歌は、サイト、2AM のチョグンとセロンが歌い、二人の結婚を盛大に祝福。その他に、ソウイヒョン、インギョジン夫妻、イムスヒャン、ペクチヨン、キムフングク、ソウジャンフン、パクナレ、アンヨンミ、キムウリ、イージュヨン、シエイなど、芸能界の同僚や先輩、後輩たちも数多く参加し、二人の将来を祝いました。ソンダムビとインギョヒョク氏は、2011年 SBS バラエティ番組キス&クライへの出演をきっかけに付き合っていたことがあり、その後破局しましたが、それから10年後の2021年に久々に再会し、再び交際をスタート、それから1ヶ月後の今年1月に結婚を発表しました。今年1月、ソンダムビは自身の SNS に、人生を共にしたい人ができました。一緒にいると最も自分らしくいれて、一緒にいると笑うようになり、幸せということを教えてくれた人です。結婚後も着実な活動で良い姿を見せ、皆さんとコミュニケーションを取るソンダムビになりますと直筆の手紙を掲載し、5月に結婚することを知らせました。式の少し前には、ドンサンイモン2、あなたは私の運命を通じて、結婚準備の過程を公開し、ラブストーリーを明かすなど、幸せな姿を披露しました。過去にはバラエティ番組、シングル男のハッピーライフを通して、一生独身でいると宣言していたソンダムビだっただけに、交際からのスピード結婚の発表に驚きを示す人々も多かったそうですが、多くの芸能人たちがソンダムビの結婚を祝うコメントを残すなど、結婚式まで常に話題の中心にいました。ですがソンダムビは結婚式よりも、また別の話題により注目されています。それはソンダムビの親友たちが誰一人として結婚式に参加しなかったことでした。この日の結婚式にはソンダムビの芸能界の親友として知られるコンヒョジン、チョンリョウォン、イムスミ、ソイの姿を見つけることができませんでした。このメンバーたちはお互いの撮影現場にコーヒーカーを送るのはもちろん、番組での共演や誕生日祝い、またそれぞれの母親を連れて旅行に行くほどのチョルチンとして有名。特にコンヒョジンはドラマ椿の花咲く頃のヒャンギ役にソンダムビを直接推薦したこともあるほどの仲の良さ。お互いの SNS を通して集まりや趣味を共有する姿をたびたび公開し、深い友情を誇っていただけに、結婚発表や結婚式後彼女たちの何らかのアクションがあるだろうと思われましたが、ソンダムビの結婚式には誰一人参加せず、SNS にもお祝いのメッセージさえ残していないことに疑問を抱く人々が多く、ネット上では様々な憶測が飛び交ったそうです。一部のネットユーザーたちは、水産業者の騒動以来、コンヒョジン、チョンリョウォンらはソンダムビと距離を置くようになったと主張。実はソンダムビとチョンリョウォンは昨年、ポハンの偽水産業者 A 氏から100億ウォン台のプレゼントをもらったり、私的な会合を重ねてきたとの疑惑が浮上しています。二人の所属事務所は、関連する報道は事実ではないと明かしましたが、この件でソンダムビとチョンリョウォンの仲がギクシャクしたのではとの憶測とともに、コンヒョジンをはじめとした他の仲間たちも距離を置くことになったのではないか。そしてソンダムビの結婚式にも姿を見せなかったのではないかと噂されました。ソンダムビは自身の SNS を通じて、結婚後の現在の心境を語り、一部で浮上していた親友たちとの不仲説について言及しています。こんなに良い日に根拠のない話が多すぎます。全く事実ではないので誤解なさらないでください。結婚式に来てくださった愛する方々、本当にありがたいし本当に幸せな一日でした。幸せになりますと投稿しています。ソンダムビがコンヒョジン、チョンリョウォンらに結婚式の招待状を送ったのか、もしくは送りはしたが式に参加しなかったのか、事実は明らかにされていません。一説にはコンヒョジン、チョンリョウォン2人は同じ日新ドラマの撮影があったとするなど、それぞれ事情があったのではないかとも言われています。ですが共に過ごしてきた時間も多かった最も仲の良い親友が誰一人結婚式に参加しなかったことに、人々の疑念は消えないようです。